こんにちは、コンフォータボーです。前回投稿した SNS 上に投稿された不思議な生き物たちですが、まだまだネタが消化しきれてないので、さらに第2弾として紹介していこうと思います。それでは前置きはこのくらいにして、どうぞいってらっしゃい。まるで小学生がクレヨンで描いたようなカラーリングの非常に不思議なこの海の生き物は、トカサリュウグウミウシです。太平洋などで幅広く生息しており、海外人気も高いウミウシの一つです。日本だと過去に鳥羽水族館で展示されていた前例があるようです。真っ黒なプルンプルンの奇形魚みたいなものが映っているこの映像。これは奇形魚ではなく、卵虫と呼ばれる品種改良された金魚です。日本でもよくペットショップなどで販売されており、飼育もしやすいことから、様々な場所で取引がなされているようです。こちらは海外のトビウオの仲間です。名前までは特定できませんでしたが、日本と比べて海外のトビウオは、羽が黄色いものや、このような虹色を帯びているものなど、色とりどりで、体色までもが鮮やかである種も多いのだそうです。そしてこの動画に映るトビウオの個体は、光の届きにくい深海で撮影された個体のようです。まるで古代の生き物のような不思議な鱗を身にまとったこの動物、フェイクではありません。こちらは仙山鉱と呼ばれる動物です。実は鱗が珍しい伝統薬の材料になり、革製品に加工されることも多く、世界で最も密漁が多い生き物の一つとされているそうです。虹色に輝くこのイカは、ホブシメです。普段は地味な色をしていますが、光の当たりやすい浅瀬では、このように綺麗に見えるのです。イカには二次細胞や反射細胞というものが備わっており、このように虹色に見える現象が起こるらしいです。茶色い羽をパタパタとさせているこの謎の生き物は、トキソネブラスーパーバーと呼ばれる小さなハエの仲間です。一見画質も相まって歯間ブラシみたいな形の羽を持っているのかと思うかもしれませんが、実際は透明と歯間ブラシ柄の模様が合わさっただけのようです。クレヨンで染めたようなとても不思議なカラーリングのこの鳥は、赤身の風鳥という非常に珍しい鳥です。かの有名なナポレオンの甥っ子が、ウィルソンの楽園の鳥という名前を付けたこととしても有名です。尾が丸まったとても不思議な形状をしているのも魅力の一つです。黒とオレンジのこの合成みたいな生き物。こちらは赤くくりというツバメウオ科の魚の幼魚と言われています。その名の通り、真っ黒な体色に赤のような色でくくった見た目から名付けられました。成魚はこのような何の変哲もない魚になり、日本の水族館でもこの成魚は盛んに飼育されているのだそうです。ツバメウオ科の幼魚はほとんどの種がこのように独特な見た目をしているというのです。ということで今回は SNS に投稿された不思議な生き物たちを紹介しました。まだまだ紹介しきれないぐらいに、世界にはこんなにも魅力的な生き物がたくさんいるというから驚きですよね。もし何これと思うような生き物を見たり見つけたりしたら、ぜひ私の動画や DM などで教えてください。動画に使うかもしれません。ということで SNS のフォローもよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。